声の山梨県の広報誌ふれあい、平成30年11月号、ボリューム175をお届けします。なおふれあいは、平成27年4月号より、デイジー版も発行しています。どうぞご利用ください。今月号は、お知らせが12件あります。おしまいに、山梨県の広報番組のご案内です。 お知らせ1、獣医師、衛生、農生の先行採用試験を実施します。採用予定人員、衛生1名程度、農生2名程度、試験日、11月24日土曜日、25日日曜日、受験申し込み締め切り、11月12日月曜日、問い合わせ先、 衛生、福祉保健総務課、電話055-223-1441、ファクス0 5 5 2 2 3 1 4 4 7農生、農生総務課、電話055-223-1581、ファクス0 5 5 2 2 3 1 5 8 5インターネット、 山梨、スペース、採用で検索。お知らせ2、公立学校、基幹採用教員等選考検査。検査日、平成31年2月1日金曜日。受付期間、11月12日月曜日から30日金曜日。実施要項、11月8日から 各教育事務所、各県立学校などで配布。義務教育課のホームページからダウンロードか。問い合わせ先、義務教育課。電話、055-223-1757。ファックス、055-223-1759。インターネット、山梨スペース、義務教育で検索。 お知らせ3、県立農業大学校入学生募集前期、試験日、12月5日水曜日、出願期間、11月8日木曜日から21日水曜日、受験資格、高等学校または中等教育学校を卒業したもの、平成31年3月卒業見込みのものを含むなど、 試験内容、養成家、国語総合、古文、漢文は除く、数学1、小論文、面接、専攻家、小論文、面接、農業基礎、該当者のみ、問い合わせ先、農業大学校、電話、0551322269、FAX、 インターネット山梨スペース農大で検索お知らせ4言語聴覚士の先行採用試験を実施します採用予定人数2名程度試験日11月24日土曜日25日日曜日 受験申し込み締め切り11月12日月曜日問い合わせ先福祉保健総務課電話055-223-1441ファックス055-223-1447インターネット山梨スペース採用で検索 お知らせ5知って伝えて広めよう山梨の郷土食特選山梨の食クイズ実施中食育推進全国大会マスコットの富士ペロリンです応募よろしくね茶碗と箸を持った富士ペロリンのイラストがあります応募方法などの詳細は山梨の食スペースクイズで検索 消費生活安全課電話055-223-1588お知らせ6県民文化ホールのネーミングライツのスポンサーを募集県立県民文化ホールの名称に企業名や商品名を入れた愛称を付けることができるネーミングライツ施設命名権のスポンサーを募集しています 募集期間11月19日月曜日まで応募方法申し込み書類を作成し障害学習文化課に郵送または持参募集要領県ホームページからダウンロードか問い合わせ先障害学習文化課電話0552231797 ファックス0552231320インターネット県民文化スペースネーミングライツで検索お知らせ7交通安全フォーラム飲酒運転の根絶に向けて富士山に誓ってなくそう飲酒運転をテーマに基調講演やパネルディスカッションなどを行います 日時11月8日木曜日午後1時から4時30分場所甲府市総合市民会館基調講演、思いやりで社会を変える飲酒運転根絶への願い講師 NPO 法人ハートスペース代表山本都氏問い合わせ先交通政策課 電話055-223-1353ファックス055-223-1335インターネット山梨スペース交通安全フォーラムで検索お知らせ8クリーンエネルギーフェスティバルクリーンエネルギーについて楽しみながら学べる 体験参加型イベントです。日時11月10日土曜日午前10時から午後3時場所企業局発電総合制御所クリーンエネルギーセンター開始内容ソーラー電車の運行サイエンスショー紙すき体験など問い合わせ先企業局 発電総合制御所電話055-278-1211ファックス055-278-1210インターネット山梨スペースエネルギーセンターで検索お知らせ911月20日は県民の日県民の日を中心に 県有施設、市町村有施設の無料開放、共産行事、記念行事が行われます。県民の日記念行事、交流広場、日時、11月10日土曜日、11日日曜日、午前10時から午後3時30分、場所、古瀬スポーツ公園、甲府市、内容、 県内の特産品販売各種体験相談コーナーなど問い合わせ先県民生活男女三角化電話055-223-1350ファックス055-223-1320インターネット山梨スペース県民の日で検索 お知らせ10「児童虐待防止研修会」11月の児童虐待防止推進月間に合わせ児童虐待に対する県民の理解を深めることを目的とした研修会を開催します日時11月13日火曜日午後2時から4時場所開始双葉ふれあい文化館講師 山田藤子氏 NPO 法人チャイルドファーストジャパン理事長内容子供の SOS を見逃さないために子供を虐待への対応参加申し込み電話ファックスメール問い合わせ先子育て支援課電話055-223-1457ファックス 055-223-1475インターネット山梨スペース児童虐待で検索お知らせ11外国人留学生就職セミナー外国人留学生の県内就職と県内の企業の人材確保を支援する就職セミナーを開催します日時 11月13日火曜日午後5時から7時会場県立図書館甲府市参加対象者県内企業への就職を目指す外国人留学生講師久保田学氏一般社団法人留学生支援ネットワーク事務局長内容 日本での就職活動の方法と準備事前申し込み不要問い合わせ先老生雇用課電話0552231562ファクス0552231564インターネット山梨県スペース外国人留学生就職セミナーで検索 お知らせ12合同不動産購買地方税滞納者から差し押さえた土地や建物の入札購買を実施します日時11月13日火曜日午後1時30分から2時場所東八代合同庁舎笛吹市参加資格滞納者本人などを除き どなたでも参加できますが、事前に購買保証金の納付が必要です。問い合わせ先、総合県税事務所、電話、055-2619120、ファックス、055-2619127、インターネット、山梨スペース、合同購買で検索。 山梨県の広報番組です。枠時山梨、YBS テレビ、県政情報を紹介、月曜日午後6時57分から、山梨イマジン、テレビ山梨、今輝いている人を紹介、水曜日午後6時55分から、山梨インデックス、YBS ラジオ、 山梨の旬な情報を紹介金曜日午後6時15分から再放送は土曜日午前8時20分から山梨県の広報誌触れ合いは原則として毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.com 山梨ドット .jp に掲載します発行山梨県校長広報課広報誌触れ合いについてのご意見やご感想をお寄せください電話0552231339ファクス0 5 5 2 2 3 1 5 2 5 e ーール k o u c h o 校長 アットマーク PREF.YAMANASH.LG.JP 以上で声の山梨県の広報誌触れ合い平成30年11月号ボリューム175を終わります制作は山梨ライトハウスでした